はい、皆さんどうもお疲れ様です。というか、お久しぶりですね、動画では。ちょっとね、仕事が忙しくてあんまり動画投稿できなくてごめんなさい。で、今日やっていくのはハムの解説ですね。多分、今度のピックアップガチャ、公式ツイッターとかの方では情報あったと思うんですけど、次のピックアップガチャにハムが含まれているそうなので、今回解説していきたいと思います。で、ハムのプレイの解説の前に、そもそもハムがおすすめかどうかって話なんですけど、まあ、個人的には、そこまでおすすめじゃないです。まあ、決して弱いツムではないんだけど、まあ、万人向けのツムではないので、まあ、そこまでおすすめしてないかなって感じです。まあ、そもそもね、コイン稼ぎ強いツム持ってる人、ユキエルとか、ジェダイとか、アナキン、ジョアンド、鏡とかね、まあ、ハムより強いコイン稼ぎツム持ってる人だったら、そもそも、そのピックアップガチャ引いてまで手に入れるくらいの性能のツムではないので、全然スルーでもいいと思います。じゃあ、どんな人におすすめかっていうと、まあ、初心者の方とかだね。まあ、最近初めてツムが揃ってないとか、ガジェットでまだ稼いでる。あとはまあ、所持ツムのスキルレベルがまだ、まあ、高くて3とか4の人だと、まあ、ハムね、スキルレベル上げるのに必要なスキルチケットの枚数が、スキル1から6で12枚かな、確か。うん、最低12枚あれば、スキルマックスまで持ってくことができるので、まあ、そこがハムの一番の強みです。スキルチケットの必要枚数が異常に少ない。他のね、強いツムだと大体36枚とかってなってくるので、まあ、3分の1くらいのスキルチケットの枚数でいけるので、まあ、揃ってない人からすると、3とか4でね、スキルレベル。すると、まあ、少ないスキルチケットですぐに6にできるので活躍できるって感じです。ただハムが超優秀なコイン稼ぎツムっていうわけでもないですし、まあ、簡単に扱えるツムでもないので、ちょっとテクニックが必要、コイン稼ぐには。まあ、そういう点も含めて、まあ、そこまでおすすめはできないかな。まあ、誰でも、まあ、すぐにもうこのツムにスキルチケットを入れたら正解っていう感じのツムではないので、言っても12枚最低でも必要だから、だったら別のツム、まあさっきも言ったけど、僕はね、もうサブアカウントでユキエル推しなので、まあこのツムもね、スキル5くらいでほぼ完成形なので、そうなるとね、スキル1から5までだったら、スキルチケットが16枚か15枚かな。ハム6に持ってく分よりもこっちに入れた方がっていう選択肢もあるので、まあハムが完全におすすめっていうわけではもちろんないので、まあそういうところも含めて、スキルチケットを入れるかどうかは判断していただければなと思います。で、ハムのコイン稼ぎ性能がどんなものかって感じなんですけど、一応僕30分検証の方スキル4、5、6でやってるんですけど、一応ね、スキル4あればガジェットは超えれました。多分スキル3だとどっこいどっこいかなって感じですね。で、スキル5、スキル6でまあまあの性能はあるんですけど、まああくまでね、僕がやってる30分検証、平均スキル6で7000枚稼いで、まあ、1分効率2000枚とか、まあ、30分で6万稼ぎ、ガチャ2回分引けるかなってところなので、ただね、もちろん人によって全然変わってくると思うから、このツム結構難しいので、まあ、とりあえず、まあ、スキル4、まあ、でも使っていくならスキル5かな。スキル5で転ばした時の入ってくるコイン量なども変わってくるので、大きく、まあ、20枚ぐらい増えるんですけど、まあそういうこともあって、一応おすすめはスキル5まで上げときたいってところですね。ハム使っていくんだったら。はい。で、ここからハムのプレイ解説をするんですけど、先に話しておくと、ジャイロはね、必要ないです。たまにね、ジャイロあった方がっていう人いるんですけど、これ、ただプレイの難易度上がるだけなので、一応やるけどね。本当にする必要が全くない。一応このね、ジャイロを使う利点として、このハムが通ってくるとき、スキルボタンを押したときか、押したときに、一気に上にずらして戻して、これを斜めラインにする。ってやり方をすると、消去量が若干増える場合があります。これじゃ遅いね。はい、これでも20。今21消去したでしょ、最初のスキル。あれがね、うまくいくと23とか4とかで、できるんですけど、本当に変わんないくらい。真冬だとしても1個か2個。で、これ、ハムの通る場所ってランダムなので、万が一下とか通っちゃうと、全然消せなかったりします。なんで減るリスクもあるんですよね。変なところ通る
ったりタイミングが遅かったりすると減っちゃうリスクもあるので、減るリスクの方が高い。しかもジャイロ使うから端末絶対こうやって垂直に持たないといけない、置いたままプレイできないしで、スキルボタン押したらすぐに傾けてやんないといけないしって、やることがね本当にハードスケジュールになっちゃうので、で増える量って1回のスキルで 1,2 個増えたらいいかなって程度だから割に合ってないので、ジャイロは本当にやる意味ほぼないので、どうしてもワンプレイでまあ自分の壁越えたい、7000枚とか8000枚取ってみたいんだったらいいかもしれないけど、平均枚数だと多分下がってくのでやらない方がいいと思いますっていう話をしたところで、ハムの解説していきたいと思います。一応54とコインで、まあ基本的に54はあった方がいいですね。必要積むてかスキルゲージの繰り越しってスキルをガンガン回していく積むなので、54は欲しいところで、ひたすら早く消してって、まあ、大事なのはスキルゲージの繰り越し。マイツモを消したら、このボタン連打。スキルボタンを連打して、はい、スキルを使った時に、このスキルゲージを貯める。うん。必要積む？違う。消去量か。このスキルでの消去量が多くてもやっぱ20とか21とかそんくらいなので、他の消去系よりもスキルの回転率が悪いので、いくらプラスの補正があってもよいしょ、入ってくるコインの量は多いけど消去量は少ないからスキルの回転率が悪い、そこをゲージ繰り越しのテクニックでカバーしないといけません。これがね難しいんですよ。やっぱりこういうテクニックが必要になってくると、このテクニックが使えるから稼げる。使えない、うまく使えないと思うように稼げないので、そこがちょっと分かれ目だね。つむつむ得意かどうかっていう。お。だから誰でも簡単に稼げるっていうつむじゃないんですよ。よいしょ。まあ、だいたい平均6000、7000ですね、僕は。よっ。危ない。これはちょっと待つか。フィーバー終わってから、で、ボム割って、フィーバーに早く入ると。おっと。今の3個ぐらい消滅したな。で、一応、まあ、スキル打った時に扇風機を押すことで、若干積むが整うかなっていう。まあ、これはあってもなくてもあんま変わんないと思うけど、僕はやってますね。まあ、とりあえず、早く積むを消して、このスキルボタン連打。このゲージ繰り越しがしっかりできてれば、まあ、それなりにコインはいくでしょう。ただ、スキルレベルで必要積むも変わってるので、そのゲージ繰り越しのタイミングとか感覚っていうのはスキルレベルごとにちょっと違うんですけど。21、いいね。あーい。もったいない。うーん、あいつ向けてんかった。11秒。ほい、ほいと。はい、繰り越し。次のスキルは、フィーバー後に行きたいかな。そもそもスキル溜まるか。ギリギリ溜まる。あ、ちなみにタップする場所はどこでも変わんないですね。早めにタップしたとしても、遅めにタップしたとしても消去量は一緒です。今ぴょこんと浮いたところで、そこでツムが消去されてるわけではないので、どのタイミングでタップしても大丈夫。僕はもう道が見えたらすぐタップしちゃうけど。はい。こんな感じで6000枚ぐらい。あとはもう、枚積む量と、まあ、その時のタイムボムので、次第で、ワンプレイの枚数全然変わっちゃうので、まあ、いい時で、まあ、9000枚。まあ、一応僕、54のみで1万枚とか行ってるけど、まあ、そんないかない。1回、2回かな、行ったことあるのは。行かない時は5000枚とか、やっぱりそんだけ差が出る積むなので、結構難しいですね。まあ、もう一回だけやっときましょう。一応意識することを喋りながら。フィーバーのタイミングとかも大事ですね。おお、これは毎つも多いね。ほい、はい、溜まる。よいしょ。20消去。あー、下行ってちょっと、ボム作りたかった。いいね。はい、これを消してと。これ溜まるでしょ。はい。
はい、ボム。そして、Q チェーン。ここで繰り越し。次のスキルを貯めて、フィーバー後に打ちたいんだけど、2個で溜まんない。やらかしてるね。これで溜まる。はい。これはちょっと7000枚とかいかんな。下手したら6000枚もいかないかも。このままだと。ほ。あー、最初だけか。多かったのは。ほい、ほい。さあ、17、ほぼ喋れなくなってきたぞ。7で溜まっちゃうか。下の方、18。いやー。ちょっと待っちゃった。いやー、これ27秒か。お、バッキー。あー、繰り越しミスってるー。遅かったー。考えることが多いんだよな。あ、でもタイムボムちょっと、降ってきてんね。ほい、ほいっと。あー、おぶれー。あー、もったいない。あれ、Q チェーン、つなぎたいな。せっかくならタイムボム。出ない。ほい。さあ、あと5秒くらい ?5 秒もないか。いや、これはボム残しとこう。はい、ボム、ボム、ボムと。ゲージ繰り越し、ここ、つながってく。今、右下に溜まって上から降ってきてたから、まあ、溜まるっていう予想だね。まあ、つながるか。あー、足りないな、これ。いや、これで溜まる。よし。で、スキルとボム割りでフィーバーイン。はい、はい。3で溜まった。20勝って、これで溜まっちゃうか。溜まっちゃうか。今、打ってよかったな。はい。よいしょ。ナイス。あー、ぶっちゃー。持ったねー。溜まっちゃったのね。タイムも出ないか。あ、タイム出てるけど、さすがに5秒じゃ溜まらんな。あ、溜まるかも。溜まったー。でも、フィーバー入れない、これ。はい。7000枚。今真ん中の方を消してたら多分ボム割ってフィーバーインできたけど、上の方で消去量少なかったので、フィーバー入れんかったね。まあ、そこ5秒あったとしてもさすがにスキルゲージ溜まんなかったと思うけど。まあ、タイムボム何個か出てきた、出てきてくれたおかげで7000枚いけたね。はい。という感じで、まあ、スキルゲージの繰り越しと、まあ、ところどころのタイムボム狙い、っていうのが含まってやっと6000枚とか7000枚とか取れるツムなので、まあ、ちょっと難しいよ決して弱いわけではないんだけど難しくて、まあ、簡単に稼げるツムではないので、まあ、完全におすすめっていうわけではないけど、とりあえず、まあ、今ガジェットとかで、まあ、スキルレベル低いツムでコイン稼ぎしてる人には、まあ、活躍できるツムだとは思うので、皆さんもぜひやってみてください。おすすめはとりあえずスキル5かな ?4 だとちょっと性能的にいまいち、そのコインのプラス補正とか、必要ツムの関係とかあって、スキル4だとちょっといまいちだと思うけど、スキル5くらいまで上がればそこそこいい稼ぎできると思いますので、頑張ってみてください。では、ありがとうございました。バイバイ。